耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 <る>泳いでいるときに急に足がつって溺れそうになったるすベランダに風鈴をつるした。 研ぐ切れなくなった包丁を研ぐ揉む母が肩が凝ったというので揉んであげた揺さぶる。 台風で街路樹が激しく揺さぶられている。もたれる。壁にもたれて立つ。しがみつく。ジェットコースターに乗ったとき。 ずっと前の手すりにしがみついていたつきまとう最近好きでもない人にしつこくつきまとわれて困っているなつく幼稚園の新しい先生に子供たちはすぐに懐いた。 かまう。彼女はあまり服装にかまわない見せびらかす。彼は最新のゲーム機を買って早速友達に見せびらかした「ねだる」。親にねだって。 ディズニーランドに連れて行ってもらったなだめる。姉は泣いている妹を優しくなだめたいたわる。老人や病人をいたわるのは人間として当然のことだ。 触れ合う手と手が触れ合うとぼける父は都合が悪くなると年のせいにしてとぼけるごまかす 商品の量や重さをごまかすような商人は信用されない脅かすひどい不況が庶民の生活を脅かした怯える赤ん坊が大きな音に怯えて泣き出した。 戸惑う新しい職場で前の会社とのやり方の違いに戸惑っている慎む上司に対して「失礼です」言葉を慎みなさい「わきまえる」職場では 立場をわきまえた振る舞いが求められる。惜しむ出発の日、駅には別れを惜しむ友人たちが大勢詰めかけた。はばかるこれは外文をはばかる話なので、誰にも言わないでください。 てこずるこのパズルはむずかしくてかなりてこずった「こりる」「カジノでおうぞんをした」「かけごとはもうこりた」「とがめる」「親友より先に昇進して」 ちょっと気がとがめる償う。株取引で会社に損害を与えた彼は損害を償うために1,000万円払った凝<る>最近お菓子作りに凝っている。 暗らの中で目を凝らすと遠くに小さな明かりが見えたこだわるいつまでも失敗にこだわっていると前に進めない「徹する」。 今回は裏方に徹して働こうと思う。極める。世界で初めて南極点を極めたのは、ノルウェーのアムンゼンだ。遂げる。目的を遂げるまで国へは帰らないつもりだ。 掲げる会場に3か国の国旗を掲げるけが<る>で欠場した本田選手は今再起を図ってリハビリに励んでいる操る。 この人形は上から糸で操って動かす。仕切る子供部屋をベッドとタンスで仕切って二人で使っている。施す患者に治療を施す。 間に合う1週間の生活費としては1万円あればなんとか間に合うこなすあの俳優はどんな役でもうまくこなすはかどる。 私は音楽を聴きながらだと勉強がはかどる行き詰まる。高橋さんは研究に行き詰まって悩んでいる滞る。トラック運転手のストのため物流が滞こっている。 据え置く肛門の横に創立者の銅像が据え置かれた携わるお仕事は制約に携わっています携える見知らぬ娘が 紹介者の手紙を携えて訪れた。募る。被災地に送るための募金を募る。お押し寄せる。台風で高波が押し寄せ、大きな被害が出た。

彼の犯行を裏付ける証拠はないう,かがう父はとても怖い人だったので私はいつも父の顔色をうかがっていたはかるテロリストたちは大統領の暗殺を図った。 欺く人を欺いてでも利益を得ようという考え方には同意できない阻む登山者は激しい吹雪に行く手を阻まれた遮<る>新しいビルに遮られて。 ここから富士山が見えなくなったさわるそんなに仕事ばかりしていると体にさわるよかくせい剤は心も体もむしばんでボロボロにしてしまう。 こもるしばらく家にこもって小説を書くつもりだ潜む犯人は知人のアパートにひそんでいたひそめる。犯人は 知人のアパートに身を潜めていた揺らぐ地震で建物の土台が揺らいだ揉める賃金をめぐって雇用側と労働者側が揉めている はたがかぜにひるがえっているひるがえすてのひらをひるがえしてみるくつがえる。新しい発見により 今までの定説が覆えった覆す大方の予想を覆し A チームが大差で勝った歪むこのメガネは枠が歪んでいる。 こじれる2二人とも感情的になったため話がこじれてしまった食い違う目撃者 A と B の証言が食い違っているので警察は困っている隔たる。 故郷から遠く隔たった場所で暮らす隔てる a 県と b 県は川で隔てられている釣り合う今月は 収入と支出がつり合っていて赤字にならなかった絡む利害が絡むと公正な判断を下すのは難しくなるものだ絡まる木の幹にツタが絡まっている。 絡める焼いた肉にタレを絡めた紛れる周りの音に紛れて相手の声がよく聞こえない紛らす心配なことがあるとき 音楽を聴いて気を紛らした。かさばるこの荷物は重くはないが、かさばって持ちにくい。かさむこの商品はコストがかさむので利益は少ない。 しなびる一週間前に買ったみかんがしなびてきたれる現代社会では流行は廃れるのも早いよみがえる。遠い昔の記憶が ふとよみがえることがあるたらすこの宝石は身につけると幸運をもたらすと言われているうるおう久しぶりの雨で田畑がうるおった 潤す。山登りの途中で水を飲んで喉を潤したらぐ。三月に入って寒さが和らいできたとろける。肉が柔らかく煮込んであり 口に入れるととろけるようだくつろぐ仕事から帰って家でゆっくりくつろぐときが私の幸せな時間だ